ファイナルカウントダウンは1980年のアメリカ映画タイムスリップものの SF 映画である1980年中部太平洋で行われる軍事演習に参加するべくハワイ沖を航行中だった原子力攻撃空母ニミッツは突如奇妙な竜巻の襲来を受け真珠湾へ引き返そうとするがそのまま飲み込まれてしまうしばらくして嵐は収まったものの 随伴していた、駆逐艦が行方不明、無線に、どこからも応答がない、奇妙な無線通信とラジオ番組の受信などの異常な事態を認識したマシューイーランド艦長は、緊急警戒態勢を発令するとともに、真珠湾への偵察機を発信させる。また、ニミッツに近づく飛行機をレーダーによって発見し、調査のために、F、F-14 トムキャットを発信させる。 パイロットが目視したその飛行機は、なんとプロペラ飛行する、旧日本軍の冷戦であった。偵察機が持ち帰った真珠湾の写真に整然と映る、かつての主力戦艦軍、奇妙な無線とラジオ番組、そして冷戦の出現。それらの情報から推理を重ねた、ニ密の搭乗員たちは、タイムスリップしたことを悟り、今が1941年12月6日、つまり、 真珠湾攻撃の前日であることを理解して、歴史に介入して、日本軍を撃退するか否かを迫られる。だが、二密の近くを航行していた民間のボートを、霊戦が、機銃走射した。ボートを助けるため、霊戦を撃墜したことは歴史を変えるのだろうか。2020年3月3日発売の BD、ファイナルカウントダウン日本語吹き替え音声、収録コレクターズ版には、 蒸気3種類の吹き替え版がすべて収録されている。撮影に使われた T-6 改造機、敵3-0アメリカ海軍が全面協力していることもあり、実物の艦船や艦載機が多く登場している。アメリカ海軍第2本帝国海軍過去に、ビスタサイズで収録された DVD などがリリースされているほか、2012年7月には16。 旧スコープサイズで収録されたブルーレイ版がリリースされている。2020年3月3日、ハッピーネットからフル HD、レストアニューマスタリングのファイナルカウントダウン日本語吹き替え音声収録コレクターズ版が発売された。3種類の日本語吹き替え音声はいずれもテレビ放送用に作られた音源を使用。1981年に初めてテレビで放送された。 フジテレビゴールデン洋画劇場版は2014年にワウワウで放送される際にカット部分を別の声優で追加録音のため全編を吹き替えでテレビ朝日日,日曜洋画劇場版と TBS 火曜ビッグシャター版は吹き替え音声の存在しない部分はオリジナル音声日本語字幕対応2021年4月27日北米地域向けではあるが ブルーアンダーグランドから 4K ウルトラ HD ブルーレイが発売された 35mm オリジナルカメラネガからの最新 4K デジタルレストアドルビービジョン HDR リミックスドルビーアトモスサウンドトラック採用サントラ CD 同梱ありがとうございます